いらっしゃい。ダラダラしてますか？ダラダラしてないよはい、どうもこんにちは。いらっしゃい、ゆみほです。今日はね、お休みなのよ。そうなのよね、本当は今日のお休みをね、31日にしたかったなって思ったんだけど、まあ、そううまくもいかずという感じでゆっくりしています。ワンダフル、いや、ワンダフルっていうなんかティッシュペーパーがあったボックスティッシュが可愛い犬だった。知らなかった。はい、というわけで、主はね、ニートではないですけど、まあ、今週はほぼニートかなみたいな感じですね。おはゆめほ、いらっしゃい、どうもありがとうございます。あのね、寝起きではないんですけど、起きてからまだあんまり会話を人としてないので、喉がまだ温まっていません。すごく喋りづらいですか。はい、よろしくお願いします鼻声、こういう時ってどうしたらいいの。いっぱい水を飲んだらいいんですかね。水を飲みましょうか。なのでこの時間はいいでしょ。この時間たまにありますよ。タイムシフトはね、あのすぐ消えるんですけれどもね、やってることはいつもと変わらないはずなんですが、なんかちょっと違っちゃうのはいつもね、いつも反省するので結局消すんです。ありがとうございます。おはちゅっちゅ、いいよ、まゆちゅっちゅしてきてください。お久しぶりな方もありがとうございます。ゆみほと申しますよ。ゆっくりしていってください。いやー、どうよ、みんな最近どうよ。遠いハゲ動画と、ゆみほぼ、何遠いハゲ動画ってゆみほぼ何ですか、早く解放してくださいよ。みんなが見られる、私が見たいです、一番見たいです。あの、みんなが見られるようにしてくださいね。よろしくお願いします。おはようございます。だらっと、やあゆめほ、いらっしゃい、どうもありがとうございます。お聞かけの声、2時間くらい経過しないといけませんか。もうそうですよね、起きて。でも今日朝ドラやってるぐらいの時間帯には起きてたから、8時にはもう目が開いてた気がするんですけどね、うん、いい声聞きに来た。いい声ちょっとないかもしれないですけど、よろしくお願いしますいい声分けてほしいんだけどな。久々に来たけどまだ BGM ラブライブ、お久しぶりです。いらっしゃい。だってしょうがないじゃん、今はラブライブだよ。そうは言ったって、今はもう私頭の中それほぼそれだよ。もうしょうがない。もうこれこのコメントが私に火をつけてしまいましたねもう今なんかもうラブライブしか考えらんなくって、もう頭の中っていうか、もうすごくセンチメンタルですよ。はい、いらっしゃい、ゆっくりしていってください。もうちょっとですから、もうちょっとの辛抱ですからもうちょっとでまともになりますから。はい、もうあと何、まあ、今週いっぱいぐらいよろしくお願いします。いい声聞きに来た、いらっしゃい、ありがとう、さっきも読んだね、いないよって言ったんだね、ありがとうございます。はあ、ハゲよ、遠いハゲってその遠いハゲかあれでもさ、いい動画できました。どうでした。なんかお風呂場でさやってたあれだったからさ、音もあんまりいい音じゃなかったと思うしね、いい感じに仕上がっていると嬉しいなと思います。最初だけ真面目になりますけど、僕も悩んでいるので一緒に頑張りましょう。ありがとうございます、頑張りましょうね。なんか同じ目線の頑張りましょうはとても力が湧いてきますね。夢放送からやむを得ずしばらく離れてたから彼女ができます。そうなんですね、みんな離れよ、みんな早く離れてよ。じゃあみんな離れて、おめでとうございます。今幸せですか。まだ暖かくならない。そうね、でも今日散歩してきたんですけどね、もうおばあちゃんみたいになってるんだけどさお散歩してなんか日光に当たったりとか、お花とか見て、まあ素敵とかって思ってたんですけど、割とでもちょっと体を動かすとポカポカはしますね。うん、でも昨日の夜とかすごい寒かった。コウノス帰りめちゃくちゃ寒かったよ。いつもラブライブ、まあね、ラブライブのライブビューイング当たったのに入院になりました。慰めてください。でも体が大事だから、だって生きていたら命があればまた次の機会があるよね。大丈夫でしょうか、お大事になさってくださいね。ゆみほ、その女ラブライブ、そうね、私といえばみたいな感じです。もうだってさ、言わないけどいろいろ言うとみんなもうやめろよみたいになるからもううるさいよこの女、またそれかよみたいになっちゃうから言えないけどね。そう、でもいいや、そういう枠を取るよ今度、タイトルに。もうあの、公にラブライブ、今日ラブライブだよみたいなのにします
やっつけだからクソ動画いいんだよ、やっつけぐらいがちょうどいいと思うよ、そんなに一生懸命時間を割いてやるほどのあれじゃないから雑なぐらいがちょうどいいと思います。どうもありがとうございます。お、今聞きに帰ってきたんなら破局だね、やったね、やめなさいよ、そうやって人の不幸はミクの、ミクじゃないや、蜜の味みたいにするの。そんなことないよ、この方まだ続いてますよきっと。今日あったかいよね、今日あったかいです。うん、昼間はねいいんだよ、いい感じなんだよ。朝晩がねまだちょっと冷え込むかなっていう気がしますよ。うわ、そろそろ高校生活始まるんですが、友達作るコツとかありますか。友達ね、私ね友達の作り方を忘れたんだよねので私に聞くとね、なんか的を射た回答は得られない気がするんですけれども、友達ってだってどうやって、人との距離ってさどうやって縮めていくんでしたっけって、なんか久しくそういうことをしていなくて、新しいそう人脈広がっていかないからさ私もうなんかね、昔どうやってたっけとかって、まあ、昔からそんな得意ではなかったと思うんですけど、あれだよ、あの魔法の言葉だよ、大富豪しようぜが魔法の言葉だって偉い人が言ってたなんなんなんな、大富豪しようぜっつったら割と友達急にできるって言ってたよ。でも真面目に、なんだろうね、あの挨拶じゃない、挨拶ってあれだよね、社会に出ると挨拶って基本だけどさ、あのクラスメイトみんなに挨拶って思ってみれば知ってなかったなって思う。うん、なんか友達にしかしなかった、教室入って誰かいても別に仲良くなければ何にも言わなかったけどね、不思議ですね。なんかいいんじゃない、ニコニコしてみようなんだろう、毎日お金をあげればな、それはでもそうするとお金の切れ目が縁の切れ目になっちゃうから、プリペイド、プリペイド、一昨日振られたばかりの俺に資格はない。一昨日なの、そうなの、でもほら季節は春だよ、春だよ、出会いの季節だよ。大富豪和骨です、いらっしゃい、ゆっくりしていってください、ありがとうございます。私大富豪のルールってあんまりよくわかん、あんまりっていうか結構わかんないかもしんない、みんなでも楽しそうにやってたね大富豪ね、うん、大富豪なのか大貧民なのか地域ルールがいろいろあるみたいですけれども、俺手当たり次第してたで、3から4人しか帰ってこないけど、本当そうなの、でも帰ってくると嬉しくなるし、帰ってこないにしても言われてやっぱり嬉しいなって思ってる人もいっぱいいる気がする。だからそういう思考回路はなかったけど昔はね、うん、いいと思うよし、なんか人見知りだけどさ、挨拶だったらやりやすいじゃないですか、話のネタとか探すの大変だけど挨拶はみんなにできるし、あんまり考えないでいいきっかけですよね、そっからもしかしたらなんか開けるかもしれないけどもって思います。うん、だから大人になった今は挨拶ばっかりしてます俺手当たり次第ね、ありがとう、うんと、昼食納豆かチャーハンかどっちにしようか、え、納豆かチャーハン両方でいいんじゃない、片っぽじゃだ、納豆だけなんてお昼ご飯なんないよ。次のお休み動画いつ撮ってくれるの。お休み動画って何ですか、私撮ったことある、そんなの、お休み動画なんだろうね。まあそんな感じです。皆さんは今日はお休みですか、いつもお休みの人たちですか。夢放送は聞いてる人は何歳ぐらいなんですかあと数日で社会人ゆえ非常にそう、あーそうか、そうなんですね、いやードキドキですよねそれはね、なんかあおめでとうございます、でも新入社員ですね、いや頑張ってくださいよ、期待してますよきっとみんなが。友達か、自然にできたな部活とかで、部活ね、なるほど、部活に入ろう、じゃあ部活に入るんだよ、そう部活に入ったらいいよ、私そういうの入んなかったからいけないんだな、そうだよね、みんなでね一致団結して取り組むと絆も深まりますし、いい青春の思い出になりますから、後で振り返った時にあの頃良かったなっていっぱい思えますし、深い仲になりますよきっと。後でコンビニ行くけど何買おうかな、プッチョ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 、そげぶ、そげぶってなんだっけ、そうこれなんか知ってんだけどなんだっけ、就活中の方もいらっしゃる、研修で東京行けます、東京楽しんでね、まあ部下なんて対立のスクツだけどな、部下はね、そうだよね、難しいよね上に立つ人というのはね、優しくしてもいけ、やっぱり厳しくしないといけないんだなっていうのをなんか学んでますけど、私こんなじゃん、叱れないんだよね人のこと
ほんとダメ。でも後でなんか心の中でなんか思っちゃうから、それは良くないから、そうするぐらいだったらちゃんと怒れよっていうあれなんですけどね。え、難しいよね。だから上に立つ人間じゃないのっていうか、あの社会でそんなに一生懸命活躍できる人間じゃないんですと思います。普通のそうビジネスの場で通用する人材ではないんですってすごく思います。まあ18歳じゃない、17歳なんですけどね。はい、一つ持っちゃった。こんにちは、こんにちは、いらっしゃい、ゆっくりしていってください。初めの第一声とか大事。あれだよね、新学期とか始まると自己紹介とかあるじゃん。そんなあのコーナーほんと嫌いでさ、みんなどっと笑いを取ってくる人もいるけど、でもさ、完全に新しい環境だったらさ、新しい自分でこんにちはができるからやりやすい気がするよ。ちょっともうほら、学年が一つ上がるぐらいだと割ともう知っちゃってるからさ、もうなんかシーンっていう空気の人はシーンってなっちゃうみたいなさ、あれあるじゃんね。やだよね。からだから、なんか新しい世界に飛び込む方はいろんなこうなりたい自分をイメージして、そういう感じでスタートするといいかもしれないよ。スタートダッシュを切ってみてください。はい、 I say I say。 休日の木漏れ日動画、はよ木漏れ日動画。あ、でも私春っぽい動画を今日撮れましたから、後で載せますね。ちょっと今は携帯充電死んじゃってるので後で載せます。楽しみにってほどじゃないですけど、楽しみにしててください。休日の木漏れ日、めっちゃ喋りまくれ、いろんな話頭突っ込め、そしたら孤立するから。それも良くないんだ。八方美人みたいな、あいつちょっとやかましいよねみたいになっちゃうのかな。そう、事故ね。全員新入生だと超重要だよね。確かにね。いや、もうやりやすいって、今となれば。ちょっと出来上がってる環境に一人だけ入ってくよりもさ、完全にまっさらな状態の方がやりやすくない？昨日さ、夢に海ちゃん出てきて、ただただ説教されたよ。痩せろってさ、ギリギリまで絞るプランを提案されたのかな。いいじゃないですか、楽しい夢じゃないですか。私も海ちゃんにお説教されたら私も本気で痩せるかもしれないよ。わかんないけど。あ、みほさんだ。ゆうみゆうみゆう、いらっしゃい、ゆっくりしていってね、ありがとう。この間のビビ動画をさ、見せたい、みんなに聞かせたい。見せるのはあれだけど、あ、それ動画、あ、ダメだ、携帯死んでるんだった。充電しながらならできるかな。受け狙ってしらけさせた俺が通りますよと。でもほら、でも意外とほら、一人二人ファンがいるかもしんないよ。どんな友達が欲しいかでした方がいいこと、ん、どんな友達が欲しいかでした方がいいことって変わるよね。なるほど。どんな友達が欲しいですか。若菜は〇〇目白くのなんちゃらかんちゃら、なんだろうこれ。急におはようとか声かければいいのかな。おはようはね、やってもいいと思うよ。うん、いいよ。はい、なんだっけ、これ何の話だっけ。でもね、昨日ね、そう、私は例のコーノスのあの絶叫イベントに行ってきましたけど、あの海ちゃんに怒られたい人いっぱいいましたよ。だってありがとうございますって言ってたもん、海ちゃんに怒られてて。あ、みんな好きなんだなーって思いましたね。私ツイッターにあげてもいい。え、いいけど、いいの、あげてもいいの。全然いいですけども、見たいっす。何を見ますか、何を見ますか、見ませんか、見ますか、見ませんが、はい。そんな、じゃあ今音だけ充電ちょっと復活したかな。ちょっと携帯持ってきますね。よいしょ。みんな可愛い動画を、ビビコールって知ってる？知らない人がいっぱいいるかもしれないけど、これブーブヒーって泣きそう。え、何の話、何の話、何の話、豚の話、私の話、どうですか、何でしたっけ。あ、でも充電、これ大丈夫かな。みんなお昼食べ行っちゃったかな。どこ行ってる、もしもし、こんにちは、こんにちは。ダメだ、固まる。ちょっと置いときます、これは。よいしょ。はい、いるで、ありがとうございます。寂しい人みたいになってるね。うん、みんな何してたの今日は。今日は何してたの。このタイミングで来るとは油断、そう、来るんだよ。たまに飛び出てくるんだよね。いるで、なんで急に関西弁になったの。突然の声お願いします。いやだ、ニート、ニート、今日ニートごっこしてますよ。ちょうどユミホの上半身と下半身どっちが魅力的か考えてた。
上半身じゃないかな。下半身がダメすぎるから上半身じゃないかな。50回目のファーストキスを見とったんやで。なにそれ、映画？おるで、いらっしゃい、ゆっくりしていってね。ありがとうございます。え、なんで関西弁なの？と、あ、私発見してくるの忘れた。今日後で行こう、コンビニに。ソファー上にステイ。ソファー欲しい。我が家にはソファーがないね、小さいお家なんです。ワコニート、ニコ生2つ見てる。頭混乱しない？そういうなんかボケ防止みたいなやつ。夢放半、毎度毎度ありがとう。チビタブ、ニメちゃん好きって写メ見ながら言ったら、うんって照れて。ほんと見たい、それが見たかった。ほんと可愛いのね、チビタブね。もう癒されるよ。なんかもう毎日会いたくなるよね。可愛いの。あの朝起こしに来てくれるの。頭こうやってなでなでってし、トントンってして超可愛いんだから。本当に昼なのに眠くなってくるね。春だからかな、謎の関西圏ね。急に関西やで。うちも実は関西人なんやで。知らんかったやろ、今初めて言うたわ。あー、言うたった言うたった。うち関西人やで。どや、夢をはもうか、儲かってまっか。ぼちぼちでんな、ぼちぼち。ちゃんとどっちにもコメントしてますよ。それくらいは脳が勝利して。本当に、いや私はもう若くないから無理かもしれないんだぜ。だぜじゃない、いやで。ねえ、みんな若いよね。せやで、知らんけどな。せやな、そうやけども。低級の花沢さんのような適当関西、わかんない。低級の花沢さんって適当関西弁喋ってんの？こないだめっちゃはしゃいでたよね。いつの話？何を言う、17歳。せやで、うちまだ17歳やで。なんか変なこと言わんといてや。おかしいやん、なんやねんな、もうなんやねんな。広島弁が好きです。広島弁って、あの、ジャケジャケのジャケ。そう、ジャケン。なん、ジャケ？なん、なに？ゆめほの、おじんじょ？博多弁ってなに？博多弁はどれ？極道、いきなり関西弁崩壊。塩ジャケ、荒巻ジャケ。私もね、頭の中鮭かすったけど言わなかったのに言っちゃうんだね、そうやって。すごいね、みんな思考が似てきているよ。似てきているのか、もともと似ている人が集まって残っているのかわかんないですけど。キマキ、私、キマキジャケ、赤巻ジャケ、青巻ジャケ、キマキジャケ。そうジャケ？なんジャケ？じゃんけんジャケン。ジャッケン。ジャッケ、ジャッケ。ユミホに似たのか、ユミホが似たのね、どうなんですか？わかんないですけど、まあ私こんなだった気がするよ、昔から。50回目のファーストキスは名作だ、見たい。ドリューかわいい。ドリュー、ドリューバリモアさんか。名前強そうですよね。あれでしょ、あの、あれ違うか、チャーリーズエンジェルに出てた人違うか。ユミホカ現象、これは由々しき問題です。思考回路同じとは屈辱的な屈辱なんですか。そう、まあそうかもね。マジかよ。ちょっとまあ広島に行ったけどよかったな。いいですね。私もいろんなところに行きたいです、国内で。だって本州この間初めて出たんじゃない。そうだよ、この間初本州出でしたよ。モグラ？モグラじゃない、モグラの歌がさ、私見てないけど、うちのお母さんと妹がめっちゃ好きで、この間テレビでやってたけど、なんか楽しそうに見てた。仲間に入れなかった。ゆみほさん、本人めんこい。そんなことないよ、みんなの方が本人めんこいよ。出てた？チャーリーズエンジェルってキャッツアイみたいな、多分そうかもしんない。あの3人女の人がいるやつ。みんな鮭好きなの？鮭好きじゃない？ご飯が進むよね。サンマの方が好きだけど。好きな魚。仕方なし。あ、ET にそうだ、ちっちゃい、そうだそうだ、ちっちゃい子役で出てたんだ。そうだそうだ。みょさん、暴力的な映画とか、あ、そうわけじゃないですよ。全然見られますけど、あの、たまたま私が介入するタイミングを失っても、あ、楽しそうにしてたから、もう見んわと思って見なかったですけど。別に見られますよ。うん。そんな、でもそんなに見る機会というか、ハマった覚えはあんまりないですけど、別に嫌悪感があるとか見られないとか、そんな女子女子してないですから、私大丈夫です。鮭は好きなんだけど、焼き魚としては一般的なだけであって、そんなに好きでもない。まあわかる気がする。安定感はあるけど。
美穂と北野武史映画見て帰りにヤクザ言葉で感想を言い合いたい。ヤクザ言葉ってあんまり知らないけど、どんなやつ？例えば指詰めやみたいな。違うわ、なんだ見たことないね、ヤクザ映画は。確かにね。美穂さん、前南極にいましたよね。飛べないのに水中は速くて魚取ってましたよね。それは何ペンギンかな。そりゃそんな世界線もあったかもしれない。いてまうどころ、あ、これね、こやつね。どういう意味いてまうどころってよく聞くけど、じゃけじゃけ、そうじゃけ。はい、何でしたっけ、この身のない感じね。まさにタイトル通りだらっとしてますみんな楽しいですか、どうですか、いいんですか、お昼ご飯とか食べてこなくて。マクドにいてまうどころ、うまい。マクドにいてまうどころ、いわゆる極道弁って、それこそ、あ、そうか、広島とかそういうの。ゆみほ好きなんじゃ、楽しい。いてまうで、いてまうでしか出てこないね。おフランスは極道の。嘘でしょいてまう、みんなお腹空いてんだろうね、きっとね。こういう風に変換してしまったりとかね。でもいるって、なんかこの感じだけでいい匂いが。ゆめちゃんと普通に映画見に行ってみた。普通に行こう普通の映画を私も見ないわけじゃないし、興味がないわけではないんだけどもね、うん、普通じゃない映画ばっかり一緒に見に行ってるからねどう続いたろうか、こら。オフランスー、オフランスーっていうのめっちゃ楽しいよ。何が何が、もうでもね、なんかわかんないけど、みんな楽しそうで何よりだよみんなが楽しいなら私は何よりだと思ってます。ドイツイタロ、もうほら、もうダメだよ、大喜利みたいになってるよ、ダメだよ。親戚のおじさん、ちょっとそっち系の人やけど、りんちゃん大好きや、いい人だねいい人だと思うよ、友達になりたいな。ゆみほとフランス映画見て、結局何が言いたかったのか議論したい。私そんな深い考え持てないからね、なんか感覚で生きてるよ、割と。なんかとか、ほら、ボキャブラリーがないから何が良かったか分かんないけど、感覚的になんか好きだったみたいなで、人の感想を言われて、あ、これが近いですみたいな感じはあるけど、自分で形容できないからね、分かんないの。映画か、信長コンチェルト、このあれ面白いですか、コンチェルト面白いですか。最後に見た映画は、映画館で最後に見た映画なんだろうね、なんだろう。陸上の大会だけど、陸上の大会に専念してダメだって、陸上のなんかそういう情報こっから得られないからね。はい、お家帰ったらね、エッフェル塔奥歯ガタガタ言わせたろか、ごらん。おかしいよね、映画館2回しか行ったことない。毎年ポケモンとしんちゃん行く。コナン君とかは行かないの。こんにちは、いらっしゃい、どうも。大会の合間はね、ダメだよね、集中乱れちゃうし、集団の輪が乱れちゃうよ、活気が集団の活気が。ゆみほ、オデッセイ見てない、オデッセイ見てないです。話題だったよね、結構ね。何、映画をさ、なかなか、だから映画を見ようっていう集中力をさ、あんま保てなくなってきてるのね発音がおかしい。え、どれがですか。つわもの、今年のコナンは20周年やね。そうなんだ、コナンよくわかんなくって、意外とね、意外と知らない。でも鳥取じゃないや、大分の空港でコナンくん見てた飛行機来なくて。一人脱出村ってみんないろいろ知ってるね。私がラブライブのことしか考えていない間に、みんないろんなことを勉強していますね、偉いぞ、うん、でも、うん、しばらく私は頭の中ラブライブしかないからしょうがないよ、今週はしょうがないよ、我慢してくれよ。前初めて映画で寝た、映画寝るよ、私も映画で寝たことはあるよ。ゆみほと映画村行って、映画館行って、隣でゆみほ爆睡しててほしいそれ前日寝かさないで行けば爆睡ですよ、すぐ寝るから、暗闇、眠いから。予告の時に眠くなっちゃうともう復活しないんだよね、ダメなんだよ。ポケモンしながら見てる、ありがとう。ポケモン楽しいかい。コナン映画ってひどい出来のものばっかりだけど、マシになった。そうなの、20周年とか、もう新一の年が、あー、そっか、高校生、ほんとだ。前初めて、今日あったかい。服部を鳥取って言った、違うよそうじゃないんだけどね、ラブライブこますぞこら、ええで、
こばしてきやはかれ。え？俺今我慢できない。何が何がどうしたの？トイレ行ってらっしゃい。この前黒崎くん見に行った。あ、なんかやってるね。もし寝てたら鼻毛かい、やだよ、鼻毛かかないで。俺今スクエスやってるぜ。いい趣向だ、いい趣味。ねえ、弾いた？小鳥ちゃん弾いた？もう私弾けないレベルまで弾いたけどさ、 C だけどさ、もうこれ以上弾けないレベルまで弾いたけど、もう全然全然いいことはそんなあれでした。だから違うの、これは明日から始まるエリちゃんの限定回遊で私が大勝利を収めるフラグなんですと思っている。そうやって自分に言い聞かせて、 UR 引くから、 UR 引きますよ。うん、待っててください。伊勢関西弁は忘れました。ゆめちゃんの動画見てたら始まっていることに気づいた。終わりそう、終わるよ、もうじき終わる、あと3分ぐらい。俺は引いたぞ。どうでした？お好きな小鳥ちゃん出ましたか？小鳥ちゃんだけ確率詐欺し、え、そうなの？え、そういうのあるの？でもツイッターとかで検索するとちゃんといいの引いてる人は引いてるから、あれなんじゃない？あの、なんだろう、引いてる人が多いから確率的になんかそういうあれなんじゃないの？でもなんかね、あの覚醒できました、一人小鳥ちゃんを。なんだっけあれ、水着になった、覚醒したら水着になった。二度あることは三度、あ、え、よくわかんないけど、え、違う、四度目の正直だよ。のんちゃんの課金したけど UR 来なかった。でもほら、SR でも UR でもさ、自分のほら、欲しいカードってあるじゃないですか。あ、この、これかわいい、この時のこれめっちゃいい。そう、それがね、来るとね、嬉しいよね。のんちゃんだったらやっぱラプンツェルに覚醒したいなみたいなとかあるじゃないですか。うん、そう、小鳥ちゃん脱がせちゃったよ。なんか制服脱いじゃった。俺は持ってる、もともと持ってる。そう、次枠やりますか。今のノリだったらいけそうな気がするな。あと一枠ぐらい。優しい夢ちゃんだからきっと次枠もあるに違いないよ。いやでもさ、次枠をやることが皆さんにとって本当にそれが優しいかどうかっていうことですよね。いいことなのか悪いことなのか、どうなのか。女の子は覚醒するとすぐ薄着になるよね。そうなの？私は覚醒すればするほど着込むよ。昼夕魔法はこっち、いらっしゃい、ゆっくりしていってくださいね。色っぺ、色っぺ感じじゃなかったけど、あのキャハって感じでした。ゆめちゃん覚醒水着はまだですか？うん、まだですね。荒梨先生が書いてくださるかもしれないですよ。先生の次回作にご期待ください。やさち、主さんはニートなの？今週はほぼニートです。いや、そんなこともないけど、気持ちはもう今週ニートになってる。お仕事モードになれないんだ、頭が。え、昼休憩にゆめさんとか、ラッキーだわ、今日いいことあるわ、よかったね。優しさで溢れてる。がん、なんて読むのこれ。脚、足絆なんだろうね。はい、みんなそうか、ちょうどお昼休みになったの。小鳥の UR、ね、どれが、何を弾いたの、どういうやつが出たの。ネットサーフィンか、和んで夢放送を聞くか、どちらが体に良いでしょう。パソコンに頼らないとかはどうかな。キャハンってしてる。うん、なんか楽しそうなやつ。期待、何に期待しているの。明穂さんはどうしたの。はい、残り時間1分を。お腹すいたね。次役なかったら全裸で水シャワー浴びるわ。あー、浴びてほしい。でもその浴びてる姿を私が見えないし聞こえないのがとっても残念だよ。浴びてほしいな、浴びてほしいな。水で、全裸で水シャワー浴びているところが聞きたいな。小鳥ちゃんの好きなやつ、あ、いいじゃないですか。みんないいの弾くよね、ほんとね。愛だね。ありがとうございます。お疲れ様でした。バイバイ。